はい、いつもありがとうございます。今、19時1分になったところですね。はい、BGB の今キロ129、通算35回目。はい、まあストレートにね、35回まで、はい、行けました。ありがとうございました。ほぼ毎日やってたんじゃないかと思います。はい、じゃあ、いつもと同じく18スポットのドラフト形式です。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。1と1の2は振り直しいきます。ほい、はい、2と4、6回よいしょ。はい、じゃあいきます。6回抽選ね。1 2 3 4 5で次は6回目いきます。せーの、ポチ。はい、6回目ですね。24の6。ドラフト1位はミンさん。はい、 MIN さん。はい、ミンさん久々ですよね、多分ね。惜しいところは何回かあったと思います。1位は久々かなと思います。まあ、あのね、いつもね、まめに参加したしてね、いただいてますもんね。ありがとうございますね。はい、1位ですね。はい、おめでとうございます。まあ、約 5% ですからね、1位率。ドラフト2位がタカさん。ドラフト3位が DG9 さん。ドラフト4位がヨアさん。ヨアさんですね。5位が MIZ.M さん。6位がパパチューさん。7位がマットさん。8位がヒロさん。9位カラスコさん。10位がKOM さん。11位がヨアさん。12位が MU7 さん。13位がクロクロさん。14位が007さん。15位が MU7 さん。16位がナオさん。で、17、18、下2つになってしまいました。パッチョ君さん。はい。でも、最近、17、18のパッチのところを早めに狙う方が、はい。早くなって、まあそういう傾向になってきてるような気がします。まあ、パッチの部分によっては早めに選択されてる方が増えてきてるという感じでしょうかね。まあ、やっぱりね、まあ、価格の、まあ、参考になるのが eBay とかになるだと思うんですけど、サインはやっぱりね、やっぱりわちゃわちゃ出てくるんですよ今までのシリーズもありましたしね、うん、どんどんわちゃわちゃ出てくる。ただパッチに関してはね、一点物感がすごい強いですから、それでパッチの方が、まあ、プライスが、ね、アベレージが高いんじゃないか、まあ、そういう傾向がある。まあ、それはフルですからそうですけどね。まあ、メジャーリーグとかバスケットボールとかよりかはパッチの価値がまだ平均的に維持されているのがサッカーでしょうか。まあ、ブランド数も少ないですしね。最近トップスさんはメモラはやってない。ああ、ミューコレぐらいかね。ですからね、まあ、次出るブランドとかもまあね、聞いてるんですけど、まあどうでしょうかね、次出るのね。今キロでここまで入れちゃってるんで、やっぱり、うん、どうなんでしょうね。まあ、どんどん入れていく傾向になるのかなという感じでしょうかはい、じゃあ、テープ切ります。あと、ドラフトリストは明日の夜8時まででお願いいたします。明日、まあ、あのね、
火曜日なんで定休日ですけど、まあ、ちょっと出てきて仕事しますんで、明日の夜8時まででお願いいたします。はい、じゃあ一箱目 BGB の IM129 ですね。よろしくお願いします。はい、まずはナブリーさん、ガブリーさんじゃないよね。これ初めて見たかもね。セルゲイさん、はい、バイエルン20何番かな。よいしょ。はい、まずベースカード25枚限定で、次がパッチのディバラ17-25、背番号でも丸くなってますね。どこでしょうかね。はい、で次はファンペルシーのゲームデイジャージ、これはマッチオン、マッチオンかね、オランダのね、マッチオンですよね。はい、次はウェア39-40、はい、ボール型の今回からね封入されている。まあ、そんな悪くないですね。うん。はい。で、2枚目は、エルシャラ、ウィーですね。9799。で、まさにこれ、ウィーの Y じゃないですか。違うかな。はい。ね、Y。楽しい Y。はい。で、一番下、お、デュアル来ました。ゲッツェとピシチャック。10、あ、ゲッツェジャーナン。ですね、10-15、ドルトの10番ですよね。これ70番じゃないですよね。はい、デュアルオート出ました。はい、次はルーキーのデイビーズですね。バイエルのルーキー、これも25枚限定、バイエルン、バイエルンで25シリですね。じゃあね、一番違いっぽいっす。19番っぽいっすね。まあでも若手は、ジャージナンバー結構変わるんですかね。どうなんですかね。はい。はい。なんか構成が似ています。はい、2枚目はパッチで19-25。今日は25祭り。はい。で、ストロートマンが81-99。これも、マッチオンなのかな？マッチオンか。ローマ？これ。ジャージ。ちょっとね、色的に言っただけです。で、次はサンチェス。18-50。これはブーツシグネチャー。この部分、靴ですね。シューズです。ポルトガル。はい。一応デュアルは別にしとこうかな。で、2枚目はアメリカのビッカーズのルーキーカード。ルーキーオートグラフカード。7-99。アメリカ。はい。で、200ミリの一番下はジルですね。3750。チェルシー。はい。で、次。はい。メキシコですね。はい。アルバレス9-65。ルーキーが2枚ですね。で、次はマーセロさんのジャージ 5-75。 はい、グアドラドですね。はい。で、なんかパッチが2枚かだったのか。はい、次いいっすよ。せーの、はい、ドイツドーンですね。星3ついただきました。はい、ミューラーですね。まあ選手もいいでしょ。まあサインだと市場ではですけど、こういうものはミューラー一点ものの価値になりますから。ワーワンス、パッチの方が高いですよね。はい、星3つ、4つ目は見えない。星4つなんですね。だからここの辺にもう1個あるんですね。まあでもここを考えればね、
ほぼ中心じゃないかと思います。あ、いいですね。で、2枚目、はい、マリオ・ゴメス、49-50。はい、で、ラストはロイヤーですね、7-15。これ1ですよね、7じゃないよね。はい、はい、ミューラーのジャンボパッチか、これね、来ました。あ、ちょっと待って、マッチオン、プレイヤーオン、はい。まあね、これあのサインとかとね、送り返すと思うんですよね。前にあの選手、店長仲介したときに中にこれ入れてみたいな、あの一覧があって、これいくらこれいくらみたいな感じでね、でそれ着用した日とか分かれば書いてくださいみたいな、あのね、資料が、資料じゃなくてね、書類があって、そう、分からないと多分、まあ選手も定かじゃないですからね、あのもう忘れちゃうでしょ、 2,3 年したらこれいつだっけみたいな、はい。ストーマープレイヤーボーンっていう表記なんでしょうね。はい。で、65のベース、シャルケ。はい、これ4箱目。はい。で、次は、ね、大きいジャージのトニー・クロス。これは8699。で、次はヘルトンゲンですね、4850、ダブルパッチです。で、サインですね、ガヤさん、6-25、青っぱらで、パコさんですね、12-25。もうなんか大体ね、組み合わせね、似てるね。箱のね、コンテンツが非常に似てます。はい、キミヒ、32枚限定の16番、16番っぽいっすよね、これね。うん、18?15? 16っぽいですけどね、店長見た目。ちょっとこれくっついてるんですね、銀の部分がね。はい、でもまあキミヒの K をこれひっくり返してるじゃないですか、多分名前のね。はい、PPJKI。 はい、まあ、一応パッチの部分はいいですからね。はい、マーテンさん、4365ですね。よいしょ。はい、これナポリで、次はブーツメモラの4175のラーム。ブーツメモラビリア。4175。で、パッチ25シリのプレスさん、アメリカの女子ですね。8-25。で、ペペさんですね。40-99。はい。で、ウェズリー・ソンクさんっていうのね、95-99。はい、で、下は、おお、珍しい、カナバロですね、14-15ですね。おお、モダンマークスのカナバロ、初めて見たような気がします。ちょっとボールが前にあって、これいいですね、なんかね。これは前を見てるけど、ボールがあって、ドリブルしてる？トラップするとこどうでしょうね。かっこいいですね、なんかボールがあるとね、やっぱり。あ、これ言っとこう。ね、そういう些細なことでもね。はい、よいしょ。はい、ね、よいしょ。はい、まずはレビック、クロアチア。はい、で、シャビ・アロンソはパッチです。25シリですね、これもね、13-25。で、これは
エンツォ・ペレス 1-99 アルゼンチン。カノバルでも本当初めて出たよね、多分ね、グループブレイクね。はい、カンドレバ 19-70 はい、でメキシコ来ました、これは 34-99 です。はい、でまあ普通にね、うち100ケース以上あってね、前回がクリロナでしたよね。しかもちょっと出にくいやつね。でもね、普通に起きるんですこういうのね。はい、ブーツシグネチャーのまたクリロナこんなもんでしょね。はい、 2-5 です。普通に奇跡は起きますね。はい、ブーツシグネチャーのクリロナ、前回は3シリでしたっけね。はい、足して7、どうすか関係ないですね。はい、ブーツシグネチャーちょっと熱い、これ240だとちょっとね危ないんでね、あのサブロクにデコイかまして入れて送りますんで。はいね、ここもなんかキラキラしてますよ。ここすごいラメになってます。ここわかります？光当てるとわかる。キラキラしてるんですよ、全体ラメになってますね。はい、おめでとうございます。はい、でまあ2位でもミューラーかドルトのデュアルがありますからね。はい、なかなかですね、やっぱりね。はい、ということで、BGB の129開封終わりました。ドラフト形式ですので、店長にメールしていただく形式ですね。メールに記載していただきたいことは BGB の番号、今日は BGB の IM129 です、それと、お客様のハンドルネーム、それとドラフトのリストですね、今表示されているように番号でやっていただけるとね助かります。ドラフトリストの提出期限は明日の夜8時まで、夜8時までですね。一応明日定休日で、店長も久々休みなんですけど、まあ出てこないと間に合わないんで、ゆっくり出てきて仕事をしてると思います。ですのでまあ普通にお送りいただければと思います。はい、じゃあ、あとは大丈夫かな、初めての参加の方とかも大丈夫かな。もしドラフトリストを制作ね、ちょっとわからない方いましたら、メールで教えていただけたらと思います。はい、じゃあちょっと夜返答来たらまたグループブレイク募集すると思います。今はもう在庫なしにしちゃってます。はい、じゃあ BGB の129これで終わります。ありがとうございました。